レオとエンセンがやり合ったシーンに衝撃の事実が隠されていた。ブレイキングダウンイレブンオーディション1の動画で気づいた人、いますかえー、どうも、の中野光介です。えー、早速ね、えー、ブレイキングダウンイレブンのオーディションの動画がね、えー、本日上がったんですけれども、ちょっとね、エンセンとレオがね、やり合ったシーンで、 ちょっとすごいことが隠されていたんで、まあお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ちょっと気づきてない方もいると思うんで、ちょっとね、解説していきたいと思うんですけれども、えー、まさかね、エンセンが出てくるとはということで、結構最近ブレイキングダウンがね、えー、元プロ格闘家の方がどんどん出てくる状況でして、えー、で、まあ引退した方なんですけども、まあエンセンといえばね、プライド時代から知って、シュートプライド時代から知ってる方からしたら、もう、まあレジェンドというかね、 シュ、えート、まあ、しての日本格闘技界ヘビー級の、まあ、トップ選手だった、えー、かつては、ねえー、ランディ・クーターも腕十字で1、えー、本取ったり、えー、プライドではまあ振るわなかったんですけれども、まあ、それでもね、えー、数々結構ね喧嘩とかあのエピソードが事欠か,かない選手でして、えー、めちゃくちゃ強い選手なんですけれども、まあ、その中でレオとの絡みがあったと。で、まあ レオがね、ツイッターでな自分がしばきたい人をフォローしてるらしくて、で遠征はブレイキングダウンの会場で俺の頭も慣れてきて、子供扱いしてきたから許さないということで、まあ、遠征からしたらね、えーまあ、本当、子供ぐらいの年齢だと思うんで、か、まあ、可いいっつってポンポンやったと。で、えーまあ、レオと実際やるかっていうことで相手にするわけないでしょう。まあ、体重もね、違いすぎますし、本当、大人と子供みたいな感じですよね、本当に。 でただ、レオはな、まあ、められるのが嫌で、可愛い可愛い,いって言われて、それが不服でして、でまあ、余裕やんなと。遠征井上も知らない世代からしたら、ねまあ、余裕と。で、住人2期も知らないらしくて、まあ、虎之助は、ね、ちょっと知ってるみたいで、ちょっとやばいよみたいな感じだったんですけど、でここでなんとね、レオの部屋に通します、挨拶しようかなと思って、まあ、これも運営もね喧嘩させたいんでしょうね、まあ、通してで、この状態でかなり、ね、遠い距離からレオが。 ガーってなんかラグビー選手のタックルみたいな感じでね、こっから助走をつけて、手もなんかちょっとね、こういう感じでちょっと面白かったんですけど、そっからいきなりダブルレッグさすがにいきなり殴りかかる勇気はなかったんでしょうね、さすがにね、もう潰されちゃいますから、いきなり組みついて、ただもう余裕でスプロールされて簡単に、もう体重差が多分体の大きさ、体重差ありますから、で、ここで切られて、で、セキュリティがね、まあ、4、5人ぐらい。 入るんですけどもうこの時点でエンセンがレオをもうほんと潰してる感じですね上から押さえつけてでねここでエンセンはね、まあ、潰した状態で、まあ、セキュリティどけとこのね圧がすごすぎて本来であればセキュリティは絶対間に入って止めないといけないセキュリティがね4人でも5人でも入ってここで分けないといけないエンセンを立たせてレオを立たせて真ん中に入らない体を張ってても、まあ、それが仕事ですから ただ、もうエンセンは自分で押さえつけてセキュリティをどけって言って、この圧、このね、本当、セキュリティどけっていう圧があやばすぎて、まずこの3、4にいたセキュリティがまずえどいちゃいます。最後ね、ここにいたセキュリティも一応、押さえつけてたんですけど、仲裁に入真ん中にね、割って入ろうとしたんですけれども,も、エンセンのね、このドスの効いた声とね、このやっぱ圧、圧がやばすぎて。 ちょっと顔がもうこわばってますし、もうどけっていうことで,で、どいちゃいますね、このどけで。超ビビっちゃってますね、沿線の圧に。で、ここでどいて、で、塩線がレオをこうガーって上から押さえつけて、で、この沿線の左手をまあ自分でチョークみたいな形で、で、落ち着いてるかっつって、ここで屈服させて、で、離すと。で、その後とレオは。 もうこの状態、もう助けてっていう感じでね、本当、もう悲鳴を上げてる感じで、で、まあ、どうしたのかって言われて、こいつが俺のことガキ扱いしてんだよつって、まあ、可愛いからだよと、本当、で、頭ポンポンしてきた。で、その後ね、これ、一番あの、アメリカ人にやっちゃいけないやつ、で、ましてやエンセンみたいな人にやると、本当にやばいやつをやっちゃって、で、エンセンはね、これ、もう笑っちゃいますよね、本当に。 本当に、あの、もう無謀だなということで、逆に笑っちゃいますね。で、まあ、それ、俺もそういう感じだったね、若い時と。で、根性あるから、ある意味でかっこいいと。ただ、向かってくるとしたら、マルセル、余裕でって言って、で、こっから、レオの、レオから笑顔がどんどん消えていきます。どんどん顔が引きつってる。で、やっぱり若いから根性の方、頭より超えちゃうと。ただ、怖かったのが、生きるために、もうちょっと根性を抑えて、頭使った方がいいと思うと。 その根性無謀な根性だけではお前あの生きることができないぞと生きるために頭を使った方がいいとこれを言われてもレオがビビりまくって、えー、本物を相手にして、えー、もう本当力の差と圧であ絶対かなわない相手に初めて接したことで、えー、もうシーンとしますただその後ね10回戦ったら1回勝てると最後までこう突っ張りを演じきったということなんですけどね やっぱね、沿線あの、いろんなエピソードがあります。山本ットが喧嘩を止めたりあの、守ったりとか、あとね、高田信彦のところとある人が揉めたのを仲裁したりとか、あとあの関東連合ともつながりあるし、えー、そっち系の人たちとのつながりも噂されてるんで、えー、結構喧嘩最強っていう説もあるんで、この動きを見る限り、 あのー、やっぱそれはあながちうそではないなと、やっぱめちゃくちゃ喧嘩慣れしてると、で打撃も出さずに相手を屈服させる能力もすべて熟知してる、こういう本物に初めてぶち当たって、えー、さらにね、えー、このマルセルと、生きるためには頭使った方がいいと思うということでね、ちょっと、遠んやばいです、本当に、あのー、冗談抜きで。 え確か、ね、スタリオも確かライジンのリングで暴れた時にエンセンが一番ぶち切れてたっていうのもありますからあーちょっとねエンセンブレーキングダウンで見たいんですけれどもねいかんせんちょっと相手がいないと思いますねやばすぎてね、えー。ということでねちょっとレオとエンセンのやり合ったシーンがね、えー、ちょっとやばすぎたんでちょっとね、えー、エ,ンエンセンの圧にはさすがにセキュリティもね。あのー 自分の仕事を全うすることできなかったということですね。ということでね、またね、ブレイキングダウン11、オーディション、またこの先続いていくと思いますので、うんえー、また何か気づいた点ありましたらね、MM ランクコースけ、すぐに動画上げていきたいと思いますので、えー、チャンネル登録してお待ちいただけると非常に嬉しいです。で最後までご視聴いただき、ありがとうございました。